じゃ手前の方が高いですよ。あ、LINE 項が多いんで。あ、そうなんですね。こっちとこっちと水平しか LINE が出ないんで。はいはいはい。要は4分割の。あ、4分割なんですね。4分割が出ないんで。で、こっちはもうほとんど全周。あ、全周出るわけですね。これもインパクトドライバーなんですけど、あ、それですね、はあ、こういう風になって、でこれをベルトにかけとけばここにこう収まるようになってるんです、はあ、あ、ここはあのちょうどあのなんていうか、こうあの油断で曲がるんですね。そうですそうですそうです、はい、こう使えるし、こうも使えるし、狭いところで奥の方とかにも使えるし、すごいライトもついてますし、ね、はい、感触はどうですか？あ、あれだす。感触ですか？軽いですね。軽いですか？使いやすそうです。あ、あれだす。はもうこれの半分くらいじゃないですかね。今こんな感じなんですね。2段でたくさん入ります。で下の段も収納ができますね。あ、本当だ。そこ2段でたっぷり入ります。最後はスーッとします。Ha ha ha ha!
チャンスがある。うお目元に見とるじゃねえんだよ。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知っているんだろう。ワンラマもメンサブシも言葉の意味さえわからない。もう誰より誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの顔もどこからか聞こえてくるこの歌を。いつの日かこの島を離れていくその日まで大切なものをもっと深く知っていたい。それが島の中の歌から、それが島夢中の歌から。じゃあ、どこで、どこで、何も入っちゃうの。7頭が一つ。お。ね、よかったな。なんか、話しには。はい、ありがとうございます。餅には何も入ってない。十頭です。あ、十頭、よかった。はい、ありがとう。はい、どこそこ当たったですか。いや、当たってないです。ダメでした。ダメでした。ありがとう。焼きそば。